2012年モンディアルドロオトモビルモーターショーは自動車メーカー各社の新型自動車やその関連製品などを集めて催す見本市。自動車ショー、オートショー、オートサロンとも言う。メディアを再生する1948年当時のモーターショー見本市会場などで自動車やその関連製品の展示を行う。新聞や雑誌、テレビで大きく取り上げられ。 多数の来場者が見込めることから、新型車やコンセプトカーの発表が行われることが多い。かつては、世界の三大自動車生産国である、ドイツ、アメリカ、日本で開催される、フランクフルトモーターショー、北米国際オートショー、東京モーターショーが、世界三大モーターショーとされた。その後、サロンはアンテルナショナルドロトとモンディアルドロットモビルを加え、 世界五大モーターショーと呼ばれたが、現在は海外メーカーの出展者数や新モデルのワールドプレミアなどが著しく減少したため、国際賞というよりもローカル色が強くなっている。モーターリゼーションの普及により自動車の普及率は高まった。来場者数も多く見込めるため、メーカーにとっては数多くの新型車の発表の場だけでない。自動車に興味のあるもの、 ないもの双方をとっても楽しめるモーターショーが本来の意味である。単なる自動車展示では飽きてしまうため、デザインコンセプトモデルなど、市販化しない近未来的な実験車両も多く展示される。来場者の興味をかき立てるショーとしての役割も大きい。自動車の発展とさらなる普及が目的である。デザインスタディモデル、コンセプトモデルなど、 メーカーの基礎研究開発をユーザーの目に見える形で具体化したのが小モデルである。ガルーイングとアなど非現実的なボディ形状から小専用モデルと考える方もいる。小モデルの技術やデザインは今後の技術的な発展に生かされる。一部自動車評論家が小モデルは無駄と唱える例がある。東京モーターショー、東京モーターショーの派生イベント、 東京モーターショー終了後、展示内容を縮小した上で、国内5カ所で開催される。東京モーターショーと同じく各年開催で開催する順番は、開始年が古い順となっている。詳細は、東京モーターショー地方見本市を参照その他。ありがとうございます。